ちらのお車、走行距離4万1000キロ。現時点でメーター内に何もエラー警告は出ていません。これからオートルの診断機を使って故障診断、エラーコード診断をしていきます。プリウスアルファの OBD の挿入口はこちらです。一番手前にあります。差し込み完了しました。それでは故障診断をしていきたいと思います。このように機械からの問いに答えているのみで車両を確定してくれます。診断が始まりました。青からグリーンに変わっているところは異常信号なし。オレンジのところに数字の1が出ましたが、ここに履歴があるようです。正常のお車でも過去に散発的に入った故障で履歴が残っていることがあります。内容を見ていきましょう。この2箇所がエラーコードが残っています。いずれも過去のことということで、修理か何かの際に発生したんだと思います。こちらを消去していきます。異常が残っている場合は消去をかけてもこちらが消えないので、今回の場合はこれで完了です。この診断機は他にも様々なことができて、ワイヤレスドアロックの感度調整であったり、オートライトの感度調整などもろもろできるようになっています。